つららとりょんとしおるとみもなとかしもです。私たちアットセブンティーンです。イエーイ。アセブチャンネルということで、今日はチロルさんのおたかつメイク。過去に何人かメイクを紹介していったと思うんですが、それはね、結構普段毎日メイクとかメイドのお給仕する時のメイクとかだったんですけれども、今日はチロルさんがオタク活動をする時に現場に行くメイクをなんと紹介してくださるということで、チロルさん本日すっぴんで来てくださっております。すっぴんを大公開するということで、これは初めてですか、人前にすっぴんを出すのは。ご主人様を出すの前は初めてですね。お、じゃあ皆さん、これは記念すべき瞬間でございますので、カウントダウンしよう、みんなで、ね、はい、はい、じゃあ 3からいくよ。3から、はい、いきます。じゃあチロルさんのすっぴんまで3、2、1。じゃーん、じゃーん。でもやだー、かわいい、かわいい、かわいい。いや、無理無理、良さ、元の良さがあります。え、すごい、めちゃめちゃ用意されてる。ちなみに、あのおたかつする時と普段お給仕とか毎日メイクとかの時って何か違いとかはありますか？あんま変えないけど、なんかキラキラをマシマシにする。それは現場の時にキラキラを。あ、そう、現場の時はマシマシにします。そう、なんか、なんでですか？キラキラさんが可愛いじゃない。はい、それではチロルさんのおたかつメイク行ってみましょう。はい、じゃあそれではチロルのおたくメイク始めていきたいと思います。まず最初に下地、私はこちらのポール&ジョーラトゥエクラファンデーションプライマーの01使ってます。手の甲にワンプッシュしてから。チロルさんの化粧品が綺麗なのがまた不思議な感じ。そうなん、これはね、綺麗なのよ。なんかやっぱデパコスはちゃんと綺麗に使いたいなと思って。赤いものはね、あんま化粧が分かんなくて、私とりあえず全体的にポンポン。塗り方のこだわりとかじゃ特にない感じですかね。え、特にない、なんかポンポンしとけばいいかなみたいな。できそう。次はコンシーラーです。ナーズのラディアントクリーミーコンシーラー1242番です。たどたどしい。なんか私結構眉毛のね、第二の眉毛が現れちゃうので。第二の眉毛。第二の眉毛。そう、でクマとですね、3つだ。え、右の手なんか、左の手なくない？左は前髪隠れるからいいやと思って。なってない、なってない。あとちょっとニキビ跡とかに、まあ適当にやってきます。じゃあ次はファンデーション。出た。出ました。このキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーリフィル。リフィルって何？中身詰めか。なるほど。使ってるのにリフィルまで。ちなみに私もそれで使ってるけど、ももなちゃんもそれで使ってるんで。仲間いっぱいいました。全然衝撃ないから割れないし、あとかさばらないから本当に使いやすい。めちゃめちゃ肯定してくやん。続いては眉毛、じゃん、エクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX。 なんか今まで眉毛は全部本当にアイシャドウで描いてて、なんかそれを、それさすがにやばいなと思って、なんかちゃんとしたの買いました。最初にこっちの方で動かしていきます。その後にこちらの反対側の方で眉毛を適当に描いていきます。はい、じゃあこんな感じに描きました。終わり？それで眉毛。え、終わり。黒髪だからさ、眉マスカラとかしないってことですか？なんか眉マスカラしてみたいけど、なんかどれがいいんだろうって思って結局やってないです。じゃあ次はちょっと汚いんですけど、アイライン描きたいと思います。先にアイライン描くの？あ、そうなの、全然描けなくて、あとなんかアイシャドウのキラキラがこのペン先につくのがすごい嫌で。めっちゃわかる。そう、え、あの、いいですか一つ、はい、そこが汚くなるのは平気なのにキラキラがつくのは嫌なんですか？書けないじゃん、だって出ていいことしかないじゃん。汚いけど別だけ、そこに大事だけ。あ、そういうことね。はい、こちらメイベリンのハイパーシャープライナー R。 じゃあこれを塗っていきたいと思います。目頭からちゃんと書いていきます。こんな感じにライン引き終わりました。もちろんリサンじゃん。え、そう、ここまで来たらもちろん、うん、アイシャドウですね。じゃじゃーん、ジルスチアートスイートラブドロップアイズ、一番濃い茶色、二重幅のところに塗っていきたいと思います。はい、じゃあ続いて
こちら。ここしか使わないアディクションアディクションザアイシャドウミスユーモアです。まあキラキラ下に塗ってとか、うん、まあ、一番最後にキラキラ塗るとか、まあ、一番最後ですね、うん、まあ最後じゃん。あ、まあ最後、もうないの。え、もう最後塗らないの。アイシャドウ、え、もう塗らないの。え、下とかやば。あ、ちょっと上から攻めてくけ。上から攻めてくけ。本当に適当やばい。上にとってここアイホールに塗っていきたいと思います。でもなんかいい感じ、なんかいい感じ、いちごチョコみたいになってる。いいね。あー、本当だ。それめっちゃ可愛い。赤い。はい、キラキラしました。この後ろを使って涙袋を描いていきたいと思います。次ビューラー、これは100均です。根元から、はい、上がったら、こかげさんがおすすめしてたディオールのマキシマイザー使っていきたいと思います。なんか美容液がなんかすごい入ってるから寝る前とかにやってもすごいいいですって店員さんがおすすめしてくれました。でこれを乾いたら、これもかげさんのおすすめのディオールアイコニックオーバーカールです。はい、じゃあ次はチークつけていきたいと思います。こちらジルスチアートミックスブラシコンパクト N、 こんな感じでつけていきたいと思います。はい、でこのチークをつけた後にアディクションザアイシャドウのミラージュ、マリアージュ、マリアージュですじゃじゃーん、リップなんかさ、たまにさ庶民感出てくるんだよねチロルさんって。じゃーん、マックコックニーです。はい、こちらジルスチャートのバームジェムグロスです。お嬢様にお誕生日いただきました。はい、これを持っていきたいと思います。この適当です。終わりです。はい、ということでチロルさんの、ね、メイクが完成したわけなんですけれども、どうでしたか、メイク。なんかあんま人に紹介できないメイクだったなって思いました。どうでしたか、他のメンバーチロルさんのメイク見て。怖い、カシマちゃんになんか言われる。じゃあカシマちゃん、え、なんですか。いや、でもなんかあんまり人のメイクをなんか間近で見ることがないから、なんかすごい参考にはならなかったんですけどなんかすごい突っ込みたいことが多すぎてなんかでも、まあ、元がいいから。確かにね。いや、だすごい短くなかったですかね。秒だよ秒。すぐ終わった。チロルさんはもう、あ、え、あ、終わり、あ、みたいな感じになったから、人を飽きさせないメイクでした。動画向けでございます。動画向け。はい、ということで本日も動画見ていただいてありがとうございました。またのご帰宅お待ちしております。以上、私たちアットセブンティーンでした。バイバーイ。はい、チロルです。今日私のオタメイクをやってみました。参考にならなかったと思うんですけど、なんか本当にお嬢様だったらメイクを教えてください。よろしくお願いします。今日なんか自分のメイクを見つめ直せるいい機会でした。これからちょっともっと頑張りたいと思います。ありがとうございました。参考になったと思う方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。アットセブンティーンのチロルでした。ありがとうございます。